志布志市の田の浦山宮神社で恒例のだご祭りがありました。だご祭りは県内で最も早い春祭り行事とも言われ、無病息災や五穀豊穣などを祈願する祭りです。2メートルほどの長さの竹の先に藁を巻きつけ、そこに多くの団子の串を刺しただご花、串には米の粉で作った紅白の団子や人参などが刺してあります。今年は集落や小学校などで作られた塔のだご花が用意されました。神事の後、彦舞や田の寒舞などの寒音が披露され、その後観客らがだご花を奪い合いました。たくさん取りたいですね。ちょっと捕まえちゃうかな、持って帰るんじゃ。これをお供えしてから無病息災でいただきます。だご花のだごを食べると1年間健康に過ごせるということです。撮影は志布志市の MBC ふるさと特派員米本郁夫さんでした。